おはようございます。おはようございます。またありがとうございます。おはようございます。ゆっくり寝れたら、でも全然寝足りない、眠すぎる。おはようございます。レッドありがとうございます。おはよう。だるまありがとう。パジャマ暑くない？いや、でもちょうどいいです。レッドありがとう。眠いよ。おはようございます。ゴールデンウィーク最終日、わー、ゴールデンウィークね。っていうかもうさ、世間的にはもうゴールデンウィークって終わってるやん。でも学校とか始まってるわけだし。でもひなの中ではまだまだゴールデンウィークです。おはようございます。おはようございます。眠い。おはよう。やだね、終わっちゃうの。ひなはまだずっとゴールデンウィークって言い続けたい。まだずっとゴールデンウィークって言い続けたいです。明日からも。今回のゴールデンウィークは10連休だったから久々にクリアする。わあ、めっちゃいいね。めちゃめちゃ良いですね、10連休。おはようございます。おはよう。明日からもずっとずっとゴールデンウィークって言い続けようね。おはようございます。眠い。
パソコンありがとうございます。バラありがとうございます。年末までゴールデンウィーク、いやでも本当にもうちょい長く しようか。寝るの遅かったの。でもそんなに遅くなかったと思うんだけど。でも眠いです。いやゴールデンウィーク中毎日配信、朝配信してくれたからあんまり休みって感じしなさ。あ、でも確かにゴールデンウィーク。になって休日は朝配信しないんですけど、このゴールデンウィークは毎日朝配信してたかも。そういえばハートありがとうございます。昨日はスパイファミリーの5話があったんですけど、めっちゃおもろくてもう一回見たい。めっちゃおもろかった。おはようございます。あとこの間みんなにおすすめって紹介したサマータイムレンダーっていうアニメが今超おもろくてマジで見てほしい。今回の回めっちゃひなが好きな感じだった。そう、ああいうの大好き。サマータイムレンダー見てください。めっちゃひなのね激好み激好みなアニメでした。はい、スパイファミリー5話もサマータイムレンダー最新話も見てください。おはようございます。わ、パソコンありがとうございます。やばい。ございます。眠いよ、寝たいよ。超絶寝たい。なんか久しぶりにタピオカ飲みたい。なんかなんだっけな、マシモかな、マシモがなんかさ、なんかインスタかな、どっかになんかめっちゃ久しぶりにタピオカ飲んだみたいな投稿したの見た瞬間からさ、タピオカ飲みたくて仕方ない。昨日ぐらいに確かそんな投稿をマシモがしてたんですよ。昨日一昨日ぐらいに
それが忘れられない。タピオカ飲みたいな。おはようございます。本当に最近タピオカは食べてない。飲んでない。うん。なんかそういえば今日朝方鼻血出た気がする。ちょっと眠すぎて覚えてないけど、なんかティッシュ鼻にぶっ刺して寝たかも。結局どうなったんだろう。でも今大丈夫そう。うん、ちょっと覚えてないな。どうやって止めたんだろう。夢かな。夢じゃなかったと思う。なんかめっちゃ眠いながらにティッシュを取りに行った記憶がある。鼻の中にティッシュ突っ込んで寝た気がする。ってことはそこまでひどい鼻血ではなかったってことか。ティッシュ1枚で足りるような鼻血じゃないもん、普段なら。夢かな。おはようございます。スパイファミリーカフェ今日までなんだ。いいなぁ、スパイファミリー。どうも行きたい。おはようございます。もっと出るの。え、ひな、めっちゃ鼻血。もうティッシュも何十枚も使わないと。てかもうやばいよ、変な鼻血出ると本当にもうブワーってなっちゃうから。そう、もうティッシュ真っ赤に染まるぐらい鼻血出る、一回鼻血出ると。だからもしかしたら夢、いや夢じゃないんだよな。なんかティッシュ取りに行ったもん。今日は少しだけだったのかな。でもみんな本当鼻血が出るとね、もうレベルが違うぐらい量が出るから。鼻血の量がやばいんだよね、結構。おはようございます。今日はそこまで大きな鼻血じゃなかったみたいです。でも絶対に出た記憶がある。そう、バラありがとう。夢ではないと思うんだけどな。鼻水じゃないよ、赤かった。そう、もうはティッシュこうやってやったら真っ赤で、もう鼻血やと思って。でも眠すぎてティッシュだけ突っ込んで、でもいつものドックンドックンのをブワーって出てくる鼻血じゃなくって、これはもう突っ込むだけでいいっしょって思って突っ込んで寝た気がする。そう、おはようございます。おはよう、眠い。公演中になったら大変ね。公演中になったことあるんだよね。
いや、ほんと一回鼻血出るとさ止まんないし、めっちゃ出血の量がさレベルが違うぐらい多いからさそう、もう一瞬でティッシュ血だらけみたいな、もうこうやってもうはい変えてみたいな、もうすぐ変えないともうティッシュが血だらけ、もう血の海それでめっちゃ鼻血で一回出ると超量が多いんだよね。おはようございます。小さい頃とかさパッて目なんか鼻が鼻血出てる時ってもうなんか鼻からさ液体が出てる感覚めっちゃするんですよ。鼻血出る方はわかると思うんですけども、ドックンドックンドックンみたいな、鼻がなんかもうドックンドックンしてんのそう、もうなんか鼻から液体出てる感がすごくわかるんですよ。でそれでパッてちっちゃい頃目覚ました時にもうベッドが真っ赤になってたの、すごい大量の血で何が起きたかと思ったら自分の鼻血だった。でもそんな頻繁に出るわけでもないんだけどね。一番最近だと去年の12月、サラの卒業公演の練習中に出て、もう大変だった。そうだからめっちゃ頻繁に出てるわけじゃないんだけど、一回出るともう血だらけそう、サラの卒業公演の練習中になりましたね。バラありがとうございます。いや本当にねやばいんだよな、ひなの鼻血の量が。もうティッシュしなかったらどうなるんだろう、見てみたい、今度検証してみようかなティッシュで押さえてなかったらもうブワーってもうね、なんかツーとかじゃなくてブワーなんですよ。ティッシュせずにどのくらいの速さで出てるか見てみたいバラありがとうございますになって少なくなった、でもそうかも、少なくはなったかも、小さい子の方がもっと出てたかもしれない。ハートありがとうございます。滝のように出るの、そうだからティッシュつけないで検証してみたい花束ありがとうございます。みんなギフトありがとうございます。いや本当ね止まるまで時間がかかるから、ね、あとお風呂で鼻血出た時、小さい頃になんかお風呂で鼻血出した時にもうやっぱそう、シャワーがさ流れてるからもう全身真っ赤になった記憶ある床も全部真っ赤だった、あのなんかもう結構もう知らない人が見たらもうなんか危ない現場もうなんか何もう何があったのっていうぐらいの血の量だった記憶あるとりあえず鼻血が多いんだよね、一回出ると何なんだろう。そう、ホラーですよホラー、ホラーでしょ
だからなんか変な、常に結構公園とか出ると出てる時なんか鼻血の心配しちゃうんですよ。そう、なんかやっぱさ、公園で踊ってるとさ、たまにこうさ、やっぱ踊ってると鼻水すごい鼻炎がひどい時とかはさ、鼻水がこう垂れてきてる感覚した時にさ、やばい、もしかして鼻血かもって思って超焦る。もう一回出ちゃったらもうバーだから、もう本当に焦っちゃう。もし鼻血だったらどうしようと思ってそう、だから公演中とかはもうツーって鼻水が垂れてきたりした時焦る。どうしよう、鼻血かもって思ってそう、当然、そうね、なんか別に理由もなく前兆もなく急に鼻血出るから怖いんですよ。おはようございます。一瞬鼻に詰めて出演する、初いけどそれしかないよね。サラの卒業公演のリハーサルも鼻にティッシュ詰めてやったもん。鼻にティッシュ詰めて頑張った。それでもうもうすぐ血だらけになるからさ、頻繁に変えてさ、恥ずかしいよ、みんなの前で鼻にティッシュ詰めて。おはようございます。貧血とかになんない？あんまり、でもなんかめっちゃ鼻血出るんだけど、ドバッドバに。でもあんまりなんか貧血、あーでもどうだろう、鼻血出た後はでもなんかちょっとあれかもしんない。でもなんかがっつり貧血って感じでもない。そう、おはようございます。そうそう、まあね、そこまで頻繁にそうなるわけじゃないからいいんだけど、でも本当1年の中でいつ来るかわからないから結構怯えてます。常に電車の中とかでなったらどうしようと思って。そんなさ、ティッシュ持っててもさ、その鼻血を終える量のティッシュ持ち歩いてるわけないじゃん。もう一回鼻血出たら大量のティッシュがひなにとっては必要なんですよ。ポケットティッシュ1個持ってたところで何も足りないのよ。だから電車の中でなったらどうしようっていつもビクビクしてる。おはようございます。止めるコツってありますか？わかんないけど、とりあえずなんか冷やしてなんかこうやっとくとりあえずなんか冷やしてこうやってくって感じかな。上は向かない。なんかさ、鼻血出た時の対処法さ、なんかみんななんかいろいろなんか間違えてる人いるよね。今も何が正解かわかんないけどさ、いろんな意見がありすぎて、なんか上向くとかそういうこと言ってる人いるけど、多分上向くのは間違いな気がする。上向くだけは間違いだと思うの。なんかだってたださ、血が口の中に入ってくるんだよ。嫌じゃない？うん、だからなんかまあ適当に
ティッシュこうやって、ティッシュでこうやって。そう。ウェムくんだけはおすすめしないです。誰ウェムくんって言い始めた人。絶対それだけは間違いだと思うわ。うん、横になりなさい。嘘でしょ、横になったら上向いちゃうよ。え、多分それだけは間違い上向くだけは間違いだと思う。いろんな話が出たらいろんな意見あるけどさ、上向くっていうことだけは絶対に違う気がする。うんうん、花ちゃん人生で 2,3 回しか出たことないからあまり大丈夫知らない。ひなも何が正しいかはちょっといろんな意見ありすぎてわかんないけど、上向くだけは不正解って言える。上向くってことだけは不正解って言えますね。でも謎に話出たら上向くみたいな情報あるもんね。ねえ、何が正解なんだろうね。わかんない。おはようございます。皆さん鼻血にお気をつけください。いや、ほんと一回出るともうさ、ほんと結構やばいからさ、常に怯えていますが、ね、鼻血は、ね、気をつけようにも気をつけられないけどさ、とりあえず上は向かないでください。ということでランキングを読みたいと思います。13位かかしさん、ありがとうございます。12位ティンバルラさん、ありがとうございます。11位イチローバイさん、ありがとうございます。10位ユシカズさん、ありがとうございます。9位イチゴパワーさん、ありがとうございます。うん、8位ウッチーさん、ありがとうございます。7位サバサンドさん、ありがとうございます。6位トトちゃんさん、ありがとうございます。5位マナミラクルさん、ありがとうございます。4位マシオさん、ありがとうございます。3位ユウトさん、ありがとうございます。2位ヤッキーさん、ありがとうございます。1位ラムネイチゾさん、ありがとうございます。ということで朝配信はこれで終わりにしたいと思います。朝からありがとうございました。みんな今日も一日頑張りましょう。バイバーイ、いってらっしゃい、またね、ありがとうございました。バイバーイ、ありがとう。いってらっしゃい。